こんにちは、こんばんは、やさむるです。今日は降臨チャレンジのこの新竜巻ドラゴンラッシュでいいのかなに挑みたいと思います。覚醒バス連れ行きたいと思います。本当はね、妃の宴を先にやろうかなと思ったんだけど、カイト場でねやろうかなと思ったんだけど、フレンドのカイトがちょっと別でちょっと使っちゃってて出てこなかったので、先にこっちをやりたいと思います。挑戦バス瀬戸は何人かフレンドの方がいるので、まあここでもしね負けたとしても全然大丈夫なんですけど、別でカイト使っちゃってて、カイトねやっぱ面白いんですよね。ちょっとキドロップを残す。お、いいね。よしで、両方ともスキルマなので、で、ロビンもマリンライダーもあと1かな。カエデはスキルマかな。いきます、ワイルドキャッツ発動。まあ使っていきましょう。で、あとは四つ消しを意識するだけでいけるはず。いきます。お、まあ、これでいいんじゃないかな。7コンボ、ヒドロップ4つ、 OK。 相手火だけどね、これは全然大丈夫と思います。ドカーン、 OK。 ドカーン、そっか、プラス落ちるんだね。よし、好都合だ。2台かないか。この子321って子だよね。で、そんなに HP が高くないから、とりあえず回復します。キドロップは残して回復する。よし、お、あー、ちょ、待ってちょっと待って、2台かないですね、ちょっと待って。これは意外と倒しちゃった。突破突破しちゃった。でもね、ベルのね、スキルが1も上がってないかな。だからそこがちょっとね大変なところなんだけど、こいつは誰だ、ワングレンか。ワングレンはダメージが徐々に5倍になっていく、倍じゃないか、倍か、まあでも徐々に上がっていくスタイルの子なんで、まあとりあえずちょっと水を消そっかな。いきます。で、あそこ置いちゃうと木の落としになっちゃうから、あそこ置かないで。あー、おー、マジかい。これでビシュヌ使ってるのかな。使ってないよね。すごい目覚めるんだけど。あざっす。これスキル使わないでいってみようかな。いきまーす。どうこうかな。いけっす。あ、超適当。あー、やっべー、火の夜付けしやね。水の夜付けしも一応したかったんだけど、うん、これスキル使った方がいいね。いきます、ワイルドキャッツ発動。よし、まあこれで結構削れるんじゃないかな。いきまーす。お、あ、見えんぞ。よし、6コンボ、いいね。回復消えたの嬉しいね。これでどれぐらいかな、多分結構いったと思うんだよね。よし、突破。で、4バトル目のベイツールが、まあ、バステ島だとこの人400万 HP があって、まあ貴族手なんで200万当てればいいんですけど、うん、どうしようかな。まあ回復にターンを最初使ってみたいな、でスキルをこう貯めてっていう、なんか木消えたな。おお、素晴らしい落ち込ん素晴らしい落ち込んだ。でも四つ消しじゃないから倒してはないとは思うんだけど、素晴らしい落ち込んだったな。で、ここでため直しも聞ける、聞くし、落としになってないよね。あ、でも落ちてくるかな、危ない。まあ結構スキルが重い人も貯められるんで、結構いいかなと思います。
これも倒す感じかな。ちょっとすごく静かになっちゃったけど、まあ、これは多分倒したと思うよ。どうでしょう、ワンクリンじゃない、ベイ2。オッケー。で、次のスリーディアがね、意外ときついから、キードロップないし。でね、次ね、光バーガンが出てくれたら嬉しい。いいだよね、光だよね。よし、で、ここ、次食らいたくないんで、使います。ダブルドロップ。変化、秘密発動。噛んでない、俺は噛んでない。よし、右に四つ消しで上に四つ消し入れて、下に三つ消しだね。よし、行きやす。ここからまあここね、まあ行けますね、行きます。ここからさ、こ1、2、3、4、もう一個も落ちてほしい。ナイス。あ、そっか、水が目覚めてんのか。そっかそっか、ビーツールで目覚めてるか。でもこれもパンパン光。おー、闇バーガン。闇バーガンはね、結構きついっていうか、ダメージがね、こいつ痛いんだよね、めちゃくちゃ。400万か、これどうしようかな。ワンチャン、まあ、ワンチャンってなんでワンチャンかわかんないんだけど、諸葛亮の演歌使ってもいいぐらい。あとベルも使ってもいいぐらいかもしれない。ベル使って突破して、キドロップが、でだね。ベル使おう。時空調律院キープ非発動。おい、全然キドロップないやないかい。ちょっとベルこれはきついな。400万いきます。ワイルドキャッツ発動。え、これ結構きつくないか。これ 1、2、3、4、4、3 か。4、3いけるか。いきます。こうこう。あ、やべ、繋がってる。うわ、やべ。よし、水目覚めた。よしよしよし、素晴らしい、ありがとう。これは嬉しい、超水が目覚めてた。これはいったね。よし、突破。いや、待って待って、水ドロップがないぞ。あ、違う、木ドロップがないぞ。最初この人 99% ダメージをしてくるから、もう信じられないぐらいダメージを与えない限りなので、楓でキドロップを3つ作ってくれるんですけど、ドロップを消しましょう。いっぱい消して呼ぼう。いきます。よし、キドロップ。3、4、5かな、つけないかな。よし、いきます。天界放流陣水明発動。で、この次のダメージが15000で、ランダムで一体行動不能だから、無理だね。よし、百戦百勝の弓道発動。1、2、3、4。1、2、3、4、1、2、3、4。四つ消しが2つできるのか。1、2、3、4、1、2、3、4。よし、いきます。ワイルドキャッツ発動。625万、630万。約四つ消しを2つ、多分諸葛亮とマリンライダーと楓で四つ消し入れて7コンボ8コンボしたら、円化入れたら500万はいってくれると思うんで、あの3人合わせて。なんで四つ消しを入れたらおそらくいけるとは思うんだけども。よし、右に木の四つ消し作って、下に木の四つ消しもこう作って、で行こうと思っております。よし、行きましょう。こっからね、こっから行きます。いや、でもこっから、なぜそこからになった。
いけるか。よし、まあ操作時間伸びてるんで行きたいと思います。行きます。ほほほ、234、あ、1個も足りない。7、1009、これでどうだ、これでどうだ。よし、削れ削れ、よし、オッケー、よし。あぶねー、これ副属性が、木以外みんなあるんだけど、副属性で闇だけ消してて火とかが消えてなかったら、闇吸収で少し残っちゃうんだけど、お、ランクアップありがとうございます。それでね、一回ね、負けたことがあって、なんとかセーフで、おでもいいね、4体でプラスが全部落ちた、これ美味しい。一応こんなパーティーなんですけど、改めてね、改めてこんなパーティーなんですけど、回復力がね本当に低くて1557って超低いから、まあ、プラスもねちゃんと振らなきゃいけないんだろうなと思うんだけども、まあ攻撃はねすごく、まあ、強いし、あとスキル封印は食らわないから、あとはセレスとかがねいたら、まあ、バインド回復もできるし、って感じかな。あとメイメイとかいたら攻撃とかね、重視にとかもっとできるんだけど、覚醒メイメイにしてとかできるんだけど、回復力が低いっていうのが少し難点かな。あとバインドに弱いんだけど、副属性で全部色が揃ってるから、例えば全属性必須っていうのが例えば新しく出てきたとしても、一応こうバセットのパーティーに挑めるっていうのが結構大きいかな。加熱具降臨とかこのパーティーに行くとすごく余裕だったような気がする。まあでも自分はね、バインドとかには弱いけど、覚醒バステトパーティーは結構好きなんで、まあバステト結構好きなんで、まあちょこちょこね使っていくと思うんですけど、頑張りたいと思います。今日はこの画面で終わりにしましょう。回復力低いね本当にね。でもねコストがね低い、横がね覚醒ラーで、まあ、270コストね、で255、やっぱり200は超えてくるんだよね。まあ低いのもあるけど、もちろんカイトの高くないかな、299じゃないかな、だよね。カイトのためにランクを結構上げるの頑張ったからあれなんだけど、ほんとバステと、まあ、基礎属性結構低い人が多いから、結構編成はしやすいんじゃないのかなと思うんですけど、よし次頑張っていきましょう。次はヤマトラッシュ、一番上はヤマトラッシュだけど、多分妃の宴をカイトバで行くっていうのは、やると思います。カイトが再登場してくれたらね、フレンドで、挑みたいと思います。はい、ということで、おお、いや何もありません。行きます。ちょっとおかしいね、今日おかしいな。いやちょっと回復力とこういろいろと見てて、いやこれすごいなって思ってたら、ちょっと変なことになっちゃったんだけど、まあどうにか勝てたということでございました。ということで最後までご視聴ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録をすると最新動画が見つかりやすくなりますので、パソコンの方は右上のボタンをクリック、スマートフォン、タブレットの方は下の登録ボタンから登録お願いします。ではでは次の動画でお会いしましょう。